どうもボルク派です。ここは綺麗な丸の内駅舎の東京駅。今回はここから東北新幹線で仙台盛岡方面に行くんですが、ちょっと不思議な現象が発生する東北新幹線はやぶさ号があるとのことなので、それを見ていきます。はやぶさ号に抜かされるはやぶさ号です。乗車するのは東京駅7時56分発のはやぶさ103号盛岡行き。はやぶさ号は始発から1号、3号、5号と付番されているので、号数が100番台という時点でちょっと特殊な感じを受けます。停車駅を見てみると、一番下の欄で上野、大宮、仙台と停車。その先が問題で、古川、栗駒高原、一関、以下省略、つまり仙台と盛岡の間はなんと各駅停車になってしまうのです。はやぶさ号は仙台と盛岡の間は停車しないのが普通ですが、1日数本だけ仙台と盛岡の間が各駅停車となるはやぶさ号が存在します。22番線からは仙台行きやまびこ号が先に発車。私の乗るはやぶさ103号に途中福島で抜かされます。こちらがはやぶさ103号の盛岡行き。 E5 系と E6 系の17両編成で、本来小町号として使われる E6 系ではやぶさ号の幕を出すという、こういう点でも珍しい列車となっています。停車駅は仙台から先は各駅停車。仙台から盛岡までの全ての駅を出しています。ちなみに E6 系のはやぶさ号はさらにレア度が上がります。私は初めて見たのですが、違和感の塊ですね。それでは7時56分、東京駅を発車します。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線はやぶさ号盛岡行きです。全車指定席で自由席はございません。仙台までは通常のはやぶさ号と同じなので、自慢の高速運転を行います。号数を1から順番につけていくのが基本のはやぶさ号で、100番台だとこのように仙台と盛岡の間が各駅停車となるはやぶさ号となります。東京から仙台と盛岡の間のはやぶさ通過駅を利用する場合、東京から宇都宮や福島に停車した後、仙台から盛岡まで各駅に停車するやまびこ号盛岡行きを利用するか、はやぶさ号で仙台に行った後後続のやまびこ号盛岡行きを利用するかの2択になると思いますが、どちらも若干の時間のロスがあります。東京から仙台まではやぶさ号の停車、その後盛岡まで各駅停車だと、その時間のロスを解決してくれるので便利な列車です。一の先、水沢久志、北パン
列車は仙台を発車。仙台と盛岡の間は結構細かく駅があります。ハヤブサ号は全区間全車指定席ですが、仙台と盛岡の間を各駅に停車するハヤブサ号は仙台と盛岡の間の利用に限り、自由席特急券で車内の空席を利用できます。つまり仙台から先は山彦号と名乗ってもいい気がします。そしてこの先一ノ関ではなんとハヤブサ号の通過待ちがあり、最速達種別ハヤブサ号がハヤブサ号に抜かれるという珍現象が起こりますので、それも注目です。東京から3時間かけて終点の盛岡に到着しました。通常のハヤブサ号だと2時間半ほどで着きますので、東京と盛岡を乗り通すことは考慮されていません。ハヤブサとやまびこの合体で珍現象が発生するハヤブサ号の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。